はい、皆さんこんばんは。今日はね、ブックオフホールディングスから手紙が来てます。株主総会なんですね。こんな時期株主総会あるんだ。はい。はい。議決はね、議案は3つあるんですね。はい。で、8月29日午後2時から株主総会なんですね。東京コンベンションホール。ブックオフっていうと神奈川県の会社なんですけどね、東京でやるんですね。はい。では、見ていきましょう。定期総会ですね。はい。インターネットで議決権交渉してくだされ、する場合とかいろいろ書いてますね、うん。インターネット QR コードでやるというね。で、これはいいですね。議決権行使の方法ね。で、1号議案は、余剰金処分の配当金ですね。うん。1株につき25円。何パーセントあんまり良くない、実は良くないんですね。これは、優待銘柄なんでね。はい。で、次が、取締役ですね。再任。全員再任です。はい。変わらない。はい。で、各役員のプロフィールが載っています。はい。会社員をやって、ブックオフコーポレーションに入社する。あ、2代目なんでしょうね。はい。創業したわけじゃない。うん。はい。で、それから、長く、役員をやって いたということですね。はい。で、今から、7年前に社長に就任しているということですね。で、持ち株は、44,500株。はい。多いのか少ないのか。はい。次の方。もう、日本マクドナルドから、ロッテリエに入って、それから来たんですね。はい。うん、で、持ってない4300株。はい、あんまり持ってないよね。次の方は、これは、公認会計士の方ですね。はい。次の方は伊勢丹から来た。うん、みんな大体社外なのね。次の方も、なんだこれ、なんとか東急ハンズ。東急ハンズから来てる。はい。で、最後の方。は、監査法人、公認会計士。だから、社長だけだ。社長だけ。はい。あとは、ね、よそから来てるって感じですね。はい。で、まあ、以上なのかな？はい。役員でしょ？はい。それだけだ。うん。以上です。はい。まあ、全部、まあ、行けないんでね、東京なんでね。あ、東京はね、ほら、ここ、京橋駅だ。京橋ね。新しくできたね、高層ビルですね。が会場となる。行ってみたいな、あそこな。はい。ということで、行けないので、議決権行使はネットで行います。はい。では、以上です。